より高度な戦闘をしてもらうために、君にはぜひこれらのバーチャロイド操作法をマスターしてもらいたい。では基本操作の応用から始めよう。レバーを内側に同時に倒し、トリガーを引くとしゃがみ攻撃が出せる。しゃがみ攻撃にはその場と促進があるが、その場でのしゃがみ攻撃は攻撃力が上がるが硬直が長い。促進時に行うと硬直も短く、攻撃しながらの移動が可能。対空攻撃も兼ねるので、ぜひマスターしてもらいたい。バーチャロイドは行動をキャンセルすることができる。ジャンプなら上昇中にレバーを内側に倒し、ダッシュなら進行方向と逆方向にレバーを倒し、ブーストボタンを押す。また先ほどのしゃがみ攻撃を利用することで、武器から武器へのキャンセルも全ての武器というわけではないが可能である。さらにはセンターウェポンにまでキャンセルをかけることができる。センターウェポン射出後、タイミングよくダッシュし違う兵器で追い打ちをかけるなどが可能である。攻撃によっては自動的にロックオンできる。しっかりとダブルロックオンしていて、相手を正面に捕捉していれば、各バーチャロイドの差はあるが、基本的には踏み込みを行う。この回り込みもコマンド入力ではなく、相手との角度のズレを修正するために踏み込みのホーミングが回り込ませているのだ。この回り込みをコントロールするには、相手を正面に捉えダブルロックオンしたまま軸をずらし近接兵器を出すだけでいい。なおこの回り込みにもキャンセルはかかることを付け加えておく。ガード直後に通常よりも素早く近距離攻撃ができる。起き上がる瞬間に通常とモーションが違う攻撃が出せる。これが起き上がり攻撃だ。相手をダブルロックオンしている状態で起き上がる前に攻撃すると出すことができる。だがこの攻撃にはキャンセルがかからないので要注意。起き上がり攻撃にはまだ様々なバリエーションが存在する。起き上がりからダッシュ攻撃を仕掛けたり、近接兵器を出したりすることができる。相手の攻撃を読んで臨機応変に対処することを進める。攻撃力が増したり弾数が増えたりと実用性が高いダッシュ攻撃だが、硬直時間が長いので無防備な隙を作る原因になってしまう。これを少しでも解消してくれるのがジャンプだ。また熟練してくればダッシュ攻撃の硬直を両トリガー兵器でキャンセルすることもできるようになるだろう。ここでは各バーチャロイドの装備している兵器をどのように使用するかという基本戦術から、さまざまな攻めのバリエーションを各バーチャロイドの兵器特性ごとに見ていこう。
Thank you.
ここではエースパイロットたちの戦闘を参考にして君のバーチャロイドにフィードバックしよう。ここは度重なる紛争の結果水中に没してしまった都市である。平坦な箇所の多いこのステージでは高速移動性を遺憾なく発揮できるだろう。まだ6つの遮蔽物をうまく利用することがポイントだ。ドルカスのハンマーをジャンプキャンセルから前進歩行でかわす。状況を把握し素早い冷静な判断が必要ということだ。このステージの数少ない遮蔽物を利用しジャンプした相手の着地を狙う。ジャンプ中は無防備、格好の的だ。踏み込みから切り込む技はそうそう見切られることはない。積極的に狙っても問題はないだろう。ビルが立ち並ぶ夜の湾岸都市。かなり大きな遮蔽物が4つほど立っている。夜間戦闘ということもあり遮蔽物を利用した戦いを心がけろ。ドルカスの左兵器ハンマーの特性が出ている。相手のビームなどの攻撃を打ち消してこちらの攻撃を命中させている。相手を見失ったときは慌てずにジャンプキャンセルで索敵し相手を捕捉せよ。また横ダッシュ時のハンマーは弾道が山なりになる。相手の攻撃をかわすのにダッシュは効果的だが硬直が長い。そこで冷静な判断が問われてくる。ダッシュと歩行を混ぜてゆけば相手を撹乱できる。
웹입니다. 月周回軌道上に浮かぶ巨大ドック。このドックに停泊中の宇宙船を含む3つの遮蔽物の周囲で激戦が展開される。近接兵器からガードモーションへ、そして近接兵器へというコンビネーションでフェイエンが乱舞しているように見える。ジャンプ後の相手の硬直を狙い、密着した状態、ゼロ距離からのハートビームを射出している。相手の攻撃を受けハイパー化したため、踏み込み切りが高速化している。わざとダメージを受けハイパー化するのも戦法の一つ。深い山中に存在する太古の建造物、4つの遮蔽物とすり鉢状に周囲を囲む四辺の最も高い部分をうまく使えば有利に戦闘を展開できるだろう。相手の攻撃をダッシュ移動で避け、硬直を軽減するという意味も含めてしゃがみ攻撃をする。相手の隙をいかにつくかがポイント。無防備になるジャンプ後の隙を狙いナパームを打つ。相手の隙を見逃すな。相手との高低差を忘れずに対空攻撃となるしゃがみ攻撃をしている。ステージの特徴をしっかりと把握することも重要。
針葉樹の生え渡る丘陵地帯、広大な空間はパイロットに高速移動制御技術と跳躍制御技術を要求する。ジャンプ中に旋回し索敵を行う。これを応用すれば相手の背後を取ることもできる。相手の着地を狙い、ゼロ距離ホーミングビームを放っている。踏み込みから回り込み切りへのコンビネーション、キャンセルを交えれば戦術も広がる。夕日に赤く染まる砂漠の空港、ヘリポートであるため格納庫やカタパルトなどの遮蔽物が8つもある。
これらを有効に使えるかどうかがポイント。ジャンプ攻撃などで相手をステージの隅に追い詰め、近接兵器を当てている。相手をいかにステージの隅に追い詰めるかという戦略も重要である。ジャンプで攻撃をかわし、相手のジャンプ中をハンドビットで撃墜。読み合いを制した者が勝てる。追尾性の高いフローティングマインを歩行とダッシュを混ぜながら放ち、相手を追い詰めていく。追尾性をさらに効率よくする戦術。荒涼たる月面に建設された宇宙基地、八角形のステージには8個の施設が遮蔽物として立ち並び、視界を遮っている。応用操作でも触れた促進中のしゃがみ攻撃、構築も短く避けながら攻撃もできるので、ぜひとも習得してもらいたい。ジャンプキャンセルで相手の攻撃をかわし、トンファーより技のモーションが速いショットガンで殴っている。状況判断が重要である。投げてから爆発するまでのタイムラグを利用し、相手の着地に重ねる。ボムの有効的な利用法の一つ。Round 2. Get ready.遺跡発掘用シフト内部にある巨大なプラットフォーム、中央に巨大な構造物、それを囲むように6つの小構造物が立ち並ぶ比較的読みやすい地形。着地狙いでグランドボムを放ち、命中しなければ追尾性の高いしゃがみバズーカで攻撃する。
戦術のバリエーションは多ければ多い方が良い。やはりこれも着地狙いであるが、主力兵器であるレーザーを当てる。先読みの部類に入るが、一発逆転も狙えるので成功させたいものだ。回り込みをしてきた相手にレーザー4本を一斉射するしゃがみ攻撃を放つ。いかにこの状態のレーザーを当てるかが戦闘のポイントだ。これまでのレクチャーでかなり君の戦闘の幅も広がったことと思う。これからも鍛錬を続け、エースパイロットの称号を手に入れてほしい。健闘を祈る。Mission completed. Virtual operation system interruption. Clear minute 3.